駅舎とホームホーム、枕崎駅は、鹿児島県枕崎市東本町にある、九州旅客鉄道いぶ枕崎線の駅、JR グループ日本最南端の路線である道線の終着駅であり、駅には、本土最南端の始発、終着駅の石踏みが設置されている、夜間大白設定駅である。かつては、鹿児島交通の枕崎線が乗り入れており、 2006年までの駅舎は鹿児島交通の所有であった、単式ホーム一面一線を有する地上駅、無人駅である。駅舎は市民の寄付により建設され、中には山崎彦の像、外はカツオブシギの像がある。乗車券の券売機は設置されていない。当駅イブスキ駅間は各駅停車のみの運行のため、快速列車や特急列車の運行はない。 先に建設された南札鉄道の駅として開業したことから、駅舎や敷地は2006年3月の解体まで一貫して同社が所有管理していた。日本国有鉄道は同社の駅に乗り入れて開業したため、鹿児島交通枕崎線の廃線までは、駅施設などの使用料を支払っており、国鉄の駅数にも計上されていなかった。その後、枕崎線の廃線に伴い、 正式な国鉄の駅となったため、国鉄はホーム部分のみの管理に移管され、実質的には駅舎がない駅であり、JR 九州に引き継がれた後もそのままであった。駅舎内は引き続き国鉄の社員は配置されず、鹿児島交通のバス部門の職員が配置され、バスターミナルとしての機能がより強かった。2006年に再開発事業で、駅敷地が 地元スーパーマーケットの対応に売却されたため、駅舎は解体され、駅自体も鹿児島寄りに約100メートル移設された。駅舎跡地には店舗が建設されたが、旧駅舎の前に設置されていた日本最南端の終着駅、枕崎と書いた灯台を模したモニュメントはそのまま残されている。移設後の駅には駅舎が設けられなかったが、市民の寄付により二千十三年四月に、 新たな駅舎が落成した。この駅舎は2013年にグッドデザイン賞を受賞している。駅舎の枕崎駅の相撲文字割り業行事の第36代木村昭之助のものである。2015年度の1日平均乗車人員は25人である。枕崎市の中心市街地に位置する公共施設駅から路地を出た場所に、鹿児島交通のバス乗り場がある、チラン線。 鹿児島空港線など、時刻表はこちらを参照。かつては、JR 九州バスが当駅前に乗り入れていた。日本国内における、通常の鉄道では、日本最南端の終着駅であることから、気候などをテーマとした多くの作品で取り上げられている。九州旅客鉄道イブ枕崎線、薩摩板敷駅枕崎駅、鹿児島交通枕崎線四角籠駅枕崎駅、 ありがとうございます。